サラダにかけるドレッシングっていろんな今種類があると思うんですけど、うん、なんかもう絶対これこれが好きとかってありますか基本的にその野菜の味が分かんなくなるぐらい濃いドレッシングがありますから <laughs> <ー>だからなんかこうサラダバーとか行くとなんかいっぱいドレッシング5種類ぐらいあったりするじゃない,はい、はい、和風だ玉ねぎだあるあるサウザーあれ全部かけますもんね5種類 <laughs> ドレッシングなしの野菜なんてありえないありえないバカタレだよね <laughs> 塩でいただきますみたいな野菜をそのまま食べる人いるじゃん好きではいはいすとかね、うん、考えられないよね<ー>、うん、サラダなんてやっぱドレッシングを食べるための<ー>、まあ、土台というかはいはい、はい、今後ロケ行って野菜農家さんで取れたてきゅうりかじる何もつけなくても甘いです、うん、絶対言うね <laughs> それは言わせてよ。